みのり、スペースを使う右サイドバックチェソンヨン、縦にくさびに入る、ここにカットに入りましたがファールです。草津が早く進めたいところでしたが、もう一度笛が鳴りました。このトクラのくさびに入る動きですね、このあたりも注目ですね。そうですね、まあ、相手は必ず警戒はしていると思いますので、まあ、こういったプレーも多くなってくるんじゃないかなと思いますね。福岡5番長野のケアでした。さあまずは草津が前半1分、まもなく2分というところ、まずはフリーキックのチャンスをつかみました。ポイントにいるのは熊林、そして徳良。熊林は天皇杯の FC 東京戦でもバーに直接フリーキックを当てるという惜しい場面もありました。徳良も今シーズンフリーキックからゴールを決めた場面もありますが、徳良左足決まった、先制ゴール徳良、天皇杯に続いてのゴールになりました。前半1分草津が先制、そしてチェソンヨンの次男ジオ君が誕生したばかりということでゆりかごダンスということになりました。おたけびを上げた徳良です。まあ、非常にいい時間帯に取りましたね。徳良の左足、今季22ゴール目ということになりました。低いボールワンバウンドでゴール右隅に吸い込まれていきました。まあ、壁の間、だったかもしれませんね。まあ、ちょっとキーパー見えなかったかもしれませんね。